小野直行は、日本の実業家。フッ素樹脂加工などを手掛ける、中高化成工業株式、会社代表取締役社長。福岡県出身。福岡県立周業館高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部卒業。住友商事北京事務所鉄工本部長を経て、1999年、中高化成工業に入社、代表取締役専務。 副社長を歴任。2007年より代表取締役、社長執行役員に就任。2008年から2010年まで日本裾素樹脂工業会会長を務めた、公益社団法人横浜インターナショナルテニスコミュニティ会長、長崎県公立大学法人経営協議会委員、妻の高子は稲尾和久の長女。縁があって、 中高化成工業に入社すると、当時のフッ素樹脂コーティングの加工工程は、職人の経験と勘に頼るところの多い、匠の世界であり、そこからさらに高品質の追求と管理を徹底するために、ISO の認証を取得するなど、業務改革に乗り出す。オリジナル機械の導入やシステムの構築に関わり、自動化を進めた結果、国内外の空港や大型スポーツ施設向け屋根材、 などで、世界的評価も高まり、フッ素や根膜材を作れる、国内唯一のメーカーとして、社長に就任する頃までには、他社の追随を許さない、独自技術を確立した。2004年には、フッ素樹脂のコーティング技術を、シリコーン樹脂に生かした自動車用、サイドカーテンエアバッグのコーティングを開始、積極的な事業展開に取り組んでいる。 同社は2014年にグッドカンパニー大賞グランプリ、2015年にはふるさと企業大賞を受賞している。ありがとうございます。